いや待て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 。おいい、なんでいいところで止めちゃうんだよ。全然よくねえわ。ついにオープニングにまで手を出したか。ちなみにこれ、視聴者様からの提案ですよ。マジかよ、とりあえず。ああ、せっかく10秒かけて作ったのに。短いわ。じゃあ続きからどうぞ。どうも皆さん、ムニマンです。どうもムニサブです。今回は、でここはどこかな。今回は今超話題の阪急電鉄に来ています。おお、開業時に100人以上が参加したんだっけ。そうね、あれはエグチーズバーガーでした。は、ここはフリドラですが、とてもリアリティです。ここは阪急の車両が再現されており、様々な阪急の車両が運転できます。阪急って関西の鉄道だよね。そうですよ、阪急好きな方はぜひやっていただきたい。じゃあそろそろ運転していきますかね。行きましょう。あ、そういえばムニサブはグループ不参加だったので撮影には参加できませんでした。え、ここが車庫ですね。あ、ここを踏みますとチームが変わります。ここでは運転するのに手こずることがあるので、ここにあるガイドを見てから運転しましょう。何か一般化するみたいですね。楽しみです。ここで無料車を出すことができます。おお、本当に阪急ですね。見た感じ、5車両があります。なんとマスコンが動きます。いやー、最近のフリドラはすごいですね。阪急おなじみの同チャイムかな。そうだね。で今回は課金車両を運転していきましょう。課金パスには6両編成の車両や GTO 車両があります。ぜひ買ってみてください。ってことで今回は6両編成を運転していきます。めっちゃ長いです。車掌席で行き先やライト等が設定できます。ちなみにライトは先頭車と後尾車それぞれ設定が必要です。幕を設定しました。幕を見てください。幕が回ってますね。よく作られてるゲームです。設定が完了したので出庫します。駅が見えてきましたね。すべての駅が6両対応なので高速進入はそこそこ可能です。駅に着いたら固定を押してドアを開けましょう。ちなみに固定を押さないとドアが開かないのでご注意ください。扉が閉まります。駆け込み乗車はおやめください。終点に着きました。ここで折り返しが可能です。ちなみにこれから線路が伸びると思うから楽しみだね。だね。うまく止まれましたね。では折り返すために留置線に入りましょう。
よし。折り返す前にライトを変えましょう。設定完了したので折り返しましょう。やばい、これ止まれないかも。よし、絶対よし。来ている状況じゃないと思うんだけど。止まれたから全然大丈夫。ムニアホは？そろそろ終点です。久しぶりに無事故で完走できそうです。完全に分岐のこと忘れてました。ってことでフレンド様に GTO 車両運転してもらいました。これから乗りましょう。いつの間にか貸し切ってしまいました。お金払ったの？払ったよ。いくら？0円出したよ。アホ。ということで今回はここまで。皆さんも緩急で電車を走らせましょう。ではご視聴ありがとうございました。ありがとう。1700